皆さん、ボンジョルノ、トスカナです。今日はピサの山側を通って海辺のエリアに向かいます。ピサの中心地から車で約20分ほどです。到着しました。住所としてはピサ県ではなく隣のルッカ県にあたります。この右側にビーチが長く続いていて、すぐに海になっています。夏になると海水浴客でいっぱいになるところです。たくさんのお店が並んで、ウィンドウショッピングをしたり夕涼みの散歩をしたりするエリアです。2月にはカーニバルがかなり大きな規模で行われます。ピサは山もあるんですが、海の町でもあって、中央駅から海まで10キロほどです。新鮮な魚介類が手に入ります。ここは漁船のエリアですが、クルージング用のヨットハーバーも別にあります。ピサに帰ります。トスカーナ州で有名な糸杉です。スギ花粉の人には辛いんですよね。ピサの斜塔が見えてきました。洗礼堂の屋根が見えます。ピサは昔ローマ帝国の前にエトルリア人が住んでいた地域で、エトルリアの遺跡が今も残っています。ピサはまた水のきれいなエリアで、3世紀から温泉が出ていて、今も温泉施設があったり、山麓水が出ているので水のメーカーがあります。その山麓水を市が管理して、市民は無料で飲んでいます。再び奇跡の広場の斜塔が見えてきました。